ハロウィンの中ありがとうございます。お墓のおはようちゃん、なんでやねん、おはよう、その年もありがとうございます。おはよう、元気ですか、元気なら何もできる、1、2、3、ちゃん、おもにやったろ、ありがとうございます。たつの年号ありがとうございます。お墓のおはよう、おはよう、たつの年号ありがとうございます。すごい声だって、寝起きですすいません、今日は起きれなくて、そう、台風もできなかった。おはよう、お墓のおはよう、もう寝起き、起きてもやばい配信だと思って来た感じです。おはよう、おはようございます、キャッホー、おはー、うっちゃん大好きだ、大好きだ、君が大好きだ、僕はね、よくね、好きだ、おはよう、好き好き好きすぎて、カノン、こちらこそ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 、無事に誕生日迎えました、お祝いしなきゃ、お眠です、今お眠ではないって言ったらなんかちょっとえってなるかもしれないけど、そう、ちょっと寝ておりまして、今日はだから今は目は目はっていうか眠、そんなに眠くないんだけど、もうお寝起きって感じなんだ。ハッピーバースデーさん、ハッピーバースデーさん、ハッピーバースデーリアさん、ハッピーバースデーさん、おめでとう、ありがとうございます。声は眠いです。ヨンちゃん、なんでやねん、おはよう、昨日私ありがとう、こちらこそ、ペコリゴン、おはよう、お水飲んで、あーとか発声習からしなきゃ、お水は来たら飲むね。おはよう、チャイナカノンが可愛すぎた、ありがとう、サンチャイナチャイナチャイチャイナチチチャイナチャイナ、おはよう、ルクシアソシします、はい、お願いします。ねむなさんちゃん、おはよう、にゃん、おはよう、にゃん、おはよう、なんかお顔もちょっとアングル何、昨日と画角が違うんですけど、それにしても眠そうな顔してますね。おはよう、だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。おはようさんちゃん、おー、全部入るんだね、数字で。おはよう、かなやのか、ありがとうございます。だるまちゃんが、あ、これはもしやのだるまくん、ありがとうございます。おはよう、お目覚めいかが、お目覚めはぐらい。おはよう、だるまくんが来てるぞ、ありがとうございます、お疲れ様です。オープニング曲はジルクシンパシーしかかったんだって、あ、昨日ね、あのコラボの前にやろうと思ったけど、コラボがつながっちゃってできなかった、そういえば、しばしば、あれですね、昨日はあのゼップの名古屋のねチームイーさんのがあって、オープニングやっぱり重力シンパシーでしたかね、あなた美しいです、ありがとうございます。だるまちゃん、ありがとうございます。昨日はジャストさんちゃんだったね、え、そうなんだよ、今日はちょっと大遅刻を失礼いたしました。だるまちゃん、ありがとうございます。昨日のチャイナドレス生写真にならないかな、そう、あのちょっとやっぱ全身撮ってみたんだよ、撮ってみたりとか、何撮ってもらったりとかして撮ったんだけど、なかなかうまく撮れなかった、スペースもね限られてきちゃうし、ね、角度も難しいし、でも撮ったので送ろうかなと考えています。生写真っぽいっていうか、それぐらいのサイズも撮った、それぐらいのサイズ、おかしいな、なんか言い方が、
いい感じで撮れた写真もあるのでお楽しみに。全身チャイナ写真ね、来るかもしれないけど難しかった、撮るの。寝てもうたかどうまい、はい、ありがとう、もうはい、どうまいです。本当にだるま100個ありがとうございます。だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。チャイナ感のギャップが、そう、もうすっぴん以下だよね今日は。ちょっと失礼しちゃうわ本当に。おはよう。その間に髪サラサラで、お、いい感じですか。おはよう、おはよう、さんちゃん、花の子ありがとうございます。おはよう、そろそろ寝坊したそうと思ってたけどセーフでしたね。だってセーフ、セーフ、これはありがとう、セーフだ。今日はまだちゃんと睡眠とるの大丈夫。うん、あのね、そう、ちゃんと寝ちゃ、ちゃんと寝てるのよ。ちゃんと寝てるんだけど、今日はちょっとあのね、お風呂ダメでしたね。おかしいなさい。かわいい。本当ですか？ありがとうございます。珍しいさんちゃんが今朝めっちゃ眠そうだって。おはようございます。おはよう。カレンの中ありがとうございます。おはよう。カレンの中ありがとうございます。寝坊すけがの寝坊すけがの寝れるのはいいこと、うん、寝れます。あれなんかありがとうございます。昨日の昼やっとさんちゃんと対戦できた、だってありがとうございました。嬉しいよ、おはようございます。昨日はチャイナ配信楽しかった、どうでしたか。ちょっとカノンコメントが、あの申し訳ないけど、あのちゃんとは読めなかったじゃないですか。昨日はちょっと横目で見る感じだったんですけれども、どうでした、なんかね、面白かったって感想が来ててすごく嬉しいです。 ちょっとにはなっちゃったけど、コメントも、皆さんのコメントがあったから助かりましたし、配信も寝起きでおめず、はい、あ、コメントも送れてます。今日も3回踊る方も2021番の動画見たようだって、お、ありがとう、3回も嬉しいよ、いっぱいも見てね、3回も嬉しいよ本当に、ありがとね、あ、おめでとうございます、おめでとうございます、エンジョイありがとうございます。おはよう、よんさー、なんでね、なんで昨日の全部来なかったのさ、だってなんかカノンも行きたかったんだけどさ、言えなかったんだよね。絶対ズボンはパジャマと見た、ジャージです、ジャージ、まあ、パジャマと一緒ジャージです。新女優ありがとうございます。おはよう、朝からひとっぱししてきました、えー、すごすぎ。チャイナはラブソング、え、チャイナはラブソングなのかなんちかなんちゃんじゃないよ、なんだよね。チャイナ可愛かったです、ありがとうございます。チャイナは、あら、チャイナはラブソングってね。 50カード借りありがとうございます。おはよう、もろにかぶった、おね、かぶったな、カメントだね。絶品の帰りに食べた親子飯の親子丼が絶品でした、その動画にかりちゃんからいいねいただきました、だって、よかったですね、カーもいいねしときますね、すごい美味しそうだった、美味しいよね。おはよう、にきちゃん、おはよう、あ、そう、にきちゃんがここに復活しちゃったんです、もう知らない、はい、寝子は育つ、ありがとうございます。おはよう、だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。みねちゃんも2年後にははやかちゃんのはやかちゃんになるようだと、わ、やん、そんな、やんじゃん、やん、やん、もうか、おーおーおー、泣いちゃうよ姉ちゃんは姉ちゃんって勝手に言っちゃったけど、泣いちゃうせよ本当に、
成長を感じて、そんなことしたら目が寝てる目が遅刻だよだってリキちゃん失礼いたしました。リキちゃんねちょっと遅かったね。お、大谷静香さん、沢田かのんちゃんでございます。おはようございます。おはよう、みれちゃんなんだよね。おはよう。 I want to be your octopus。 大変だ。ただ水、あれ飛んじゃった。オラモルさんなんかふんぞり返ってるね。ただみずきちゃんのダンスキレキレでよかったよ。おー、ねえ、みずきさんのダンスキレがあるし、しなやかなところはしなやかだし、すごく綺麗ですよね。かのやんのかありがとうございます。今日ゼップの昨日のゼップめっちゃ、あ、昨日か、そうゼップね、大岡さんにちょっと睨まれました。あら、いやだ、睨まれちゃったの。睨まれてますよ。ミネです、なんでやねん、間違えたかな。あ、間違えた、さんちゃんです。おはよう。十期寝起き公演見てみたいだって。みんな間違えまくっちゃうじゃない。冴えてるかな、逆に頭が。どうだろう。昨日かのんちゃん参戦でバビのやべえハヤツ配信がうまく中和されてましたか。中和されてましたか。よかったですね。ちょっとかのんのほわーんとした配信には刺激が入って、またそれも中和されてましたね、きっと。神フレメンバーに選ばれてなんか変わった気がした。みっちゃんさん、おはよう。知り合ったからさんちゃんだぞ。おはようございます。知り合いからタコシャン帽子プレゼントすると言われました。だって持ってらしたのかな。じゃあもうタコシャン帽子ってどういうこと。こういうかぶり物のタコシャンってこと。タコシャンがついてる帽子かな。まあ、どちらにしようね、かぶれそうなものだったらいつかかぶってください。おはよう。ツーショット会話チャイナか、どうだろう、それはちょっと発想になかったぞ。全身写真まっとめに出て、はい、おはよう。今朝のだるまさんにはキレがない。おはようさん、ちょっと気合いが発言。かのちゃんの、かのちゃんの、かのちゃん、え、違う、はやかちゃんの、はやかちゃんが、はやかちゃんし言ってました。はい、おはよう。かのやんのか支援女優つながった、ありがとうございます。おはよう。ちんやんのごとタクション、ありがとうございます。タクションビーム。昨日のはやかさんのコラボの影響が影響か、夢が心霊現象体験だっ て影響されまくりじゃん、すごいな。カノはもうね、夢一つ見なかったな、ぐっすり。ぐっすり幸せ者だ、怖いものなしだ。どんな夢でしたか、怖かった、叫んでおきましたか。さんちゃんは早く、さんちゃん早くちゃんラブだね、だってラブラブ、スピンカーでも可愛いから許すだって、いい、私ありがとうございます。さんちゃん昨日のコスプレ、チャイナコスプレ可愛かったよ、だって、ありがとうございます。久しぶりにショールームでもがっつりメイクって感じで、お化けだぞ、だって怖い、このお化け目がでかさが違うじゃん、できないけど。連続の朝ご自由気してやないで、疲れたまってるから気をつけて、いやいやいや、皆さんもねやってくださってるからね、皆さんも気をつけてね。はい、カメラの中ありがとうございます。おはよう。今日こそは対戦しましょう。はい、対戦しましょう。ご自由目覚め届けありがとうございます。カノンさん、俺と対戦するとスタンプあまり押さない。え、そう、そんなことないわ。昨日
何回か入ってるね。あれちょっと足りないかしら。もう激推しなんだけど、かのさんの時は激推しが、激推しが、あら、おはよう、ゆんちゃん、なんでやねん。あ、でも昨日も泊まったので、泊まった時は押せてないです。悔しくなるぐらいですよ。もう押したい、あ、来たと思って押そうと思うんだけど、いっぱい、あー止まるみたいな時はありました。おはよう、ゆんちゃん、なんでやねん。私の職場のあだ名もさんちゃん。あ、前も聞いたか、聞いてないかな。そう、じゃあもう一緒、さんちゃん、おさんちゃん、おさんちゃん、やや、さんちゃんって言って二人でさんちゃん、いいね、楽しかったよ、またしてほしい、だっていつでもしたいよ、最高だよ、ありがとうございます。さんちゃん、おはよう、おはよう。イベントもなんだかんだ言って今日入れて残り10日ですね、さんちゃん。本当に頑張ってるけど、そんなことないですよ。もう皆さんのこの、あの、プね、皆さんもすごいプレイしてるのをやっぱ、カノンもやっててすごく感じるので、もう、ね、もう感謝、感謝、感謝、感謝って感じ。もう、カノンより皆さんの方がすごいと思います。だって、カノンが、5時から始めた時にもすごいね、やっぱいいねがつくから、あ、起きてくれてるんだと思ってすごい嬉しくなるし、ね、昼も夜も会う方もいるし嬉しすぎ。はやかちゃんとなんとも絶妙な距離感の会話が面白かった。今後もっと仲良くなるといいな、だってなんとも絶妙な距離感。そう、あの、こう配信っていうのもあって、こう二人ともちょっとなんか敬語を混じらせてたのよね。そのそれはちょっとこうわきまえるじゃないけど、もともとはやかちゃん結構普段の会話でこうすごいイエイって感じでも、たまに敬語が挟んで敬語があったりとか、そうすごいするから、そうだからね、多分それが絶妙な距離感に、そうかのもだからちょっと今日は配信だしなと思って、ちょっとね緊張しちゃったのもあるし、あの敬語が入ってきたからなんとも言えない距離感だったよね。わかります、それ。チャイナカンセクシーだと思ってしまいましたって、本当ですか。もう早香ちゃんに比べたら、もう早香ちゃんがもうセクシー 120% だとしたら、サンちゃんは 3% ですね、やっぱり。はい、 3% セクシー。おはよう、昨日の昼ご飯は青空かといもの時の中華弁当だったよ。だってね、ツイッターにあげてたでしょ、飯テロかと思って、来たぞ飯テロと思って、本当に美味しかったんですよ。二人のお話楽しいよ、だって、ありがとうございます。なんかちょっとね、ちょっと昨日はまださ、序盤緊張してた、後半にかけて全然もう大丈夫だったけど、なんか早香ちゃんと話すことは緊張しないんだけど、コラボ配信久しぶりだと思って、コラボ配信がちょっと緊張してた。あの、じゃあおはよう、おはよう、おはようでございますよ。さんちゃん、アバターゲットしたよ、だって。お、お着替えありがとう。いや、また魔女の卓球、あ、の宅配便業者、そうそうそう、さんがほうきを持ってバンされる配信のね、だってあ、なんかはやかちゃんとはあの和服もなんかいいねみたいな話が出てたみたい。はやかちゃんのファンの方のルームでね、またやれたら嬉しいなってかのも思いました。19欲しいになってる、わからないけどかな、どんな経緯でコラボだったの。やっぱりはやかちゃんがその何人フォロワー数が何人いたらチャイナ服やりますっていうのは知ってて、で昨日の朝の配信で、あ、今日やるねって言って、みんながさんが、あ、見なきゃって言ってたから、お、じゃあ彼女もちょっとチャイナ持ってるし聞いてみようって思って、一緒にやりたいなと思って声をかけて、そしたらはやかちゃんもいいよ全然いいよ、もうやろうやろうって言ってくれて、嬉しいって言ってくれて、
そういう流れでチャイナ服コラボ配信が決まりました。いろんなトピックス、はやかちゃんの、はやかちゃんか、はやかちゃんの方かな。うん、いいじゃん、名言残したかな。みんな言ってるな。カノのやぬか支援所ありがとうございます。ジャージをチャージ、どういうこと。あ、でもね、今ジャージがちょっと破れててこれはどうかな、これはこれもちょっと大変ですよ。今ジャージが破れてるんです。押した押された押された。カノやぬかありがとうございます。おはようさんちゃん、ミネちゃん推しだけど10期が出てくるのはほとんどチェックしてるようだって、嬉しい嬉しい、いっぱいチェックしてね。お豆のタコになりたいが謎だったNow I want to be your タコシ、タコシにオクトパス、おはようミキちゃん、なんでね、おはよう。お、人手軍来ました、ありがとうございます。ミキちゃんじゃない、ミキちゃん、ミキちゃんはミキちゃん、これはミキちゃん。僕もお姉ちゃんなんです。あ、そうなんですか、お姉ちゃんなんですか、お姉ちゃんのですか。じゃあカロンが長女ですね、きっとカロンが長女ですよ、それは譲りません。おはよう人出群、ありがとうございます。僕とって泣いちゃうようだって。お、何の曲だっけ、音符がついてるけど。カロンちゃんがお姉ちゃんというよりお母さんの反応、あ、お母さん、お母さん、もうお母さんは泣いちゃう。鉄板家から30分で行けるから最高でした。おお、じゃあもう行ってすぐ帰ってね、いいですね。うん、お、なんだっけ、貝殻分ありがとうございます。みれちゃんの、みれちゃん、みれんってなんて言わないで、だって言わないじゃん、もう言わない、カノも言いたくない言いたくないって言ったらおかしいけど、貝殻群ありがとうございます。先中ありがとうございます。さんちゃんのさんちゃんがさんちゃんになるかな、さあどうでしょう。ホタテ食べたいね、バター醤油だね。昨日イガドンちゃんとのコラボ配信お疲れ様で、初週からだったけどコラボしていたのにびっくり、びっくりぽんや。ハートありがとうございます、100個投げてよ、うん、ありがとう。ハート群、ハート群、グググン、おいしくさまいつが見てますよ、コメントもしてますよ、だって、え、そうなんだね、あの顔はご存じ上げておりますよ。もう朝食いろいろありすぎて迷う、え、何があるの今日は。おはようカノヤの歌手演奏ありがとうございます。おはよう、次のチャイナはカロンさんもちらあるのかな、次のチャイナチャイナはもう多分あれ着れる限りあのチャイナですよ。カノンちゃんはツアーとかで好きな曲、星とかな、星となったら何の曲、あ、やれるよって、好きな曲やれるよって、奇跡の流星群がやりたいです。大富豪頑張って追い上げられてるよだって、追い上げられてる、頑張らなば。カナヤありがとうございます。初のリオンさん、うん、髪切ったんですか。おお、はやかちゃんはあれだけファンの名前を連呼してもバーさえない、カナちゃん数切れないバン、ブワー、カナヤありがとうございます。ミキちゃん大富豪すごいって、本当の皆さんのおかげだな。おはよう、だるまちゃんがコールンだ、ありがとうございます。鏡があると部屋が広く見えるね、そうだね、確かにそういう効果あるよね、お店とかでもそういう効果使われてますよね。奥のところの壁が鏡になってる、なってて、なんか倍あるようにね見えるじゃないですか。そうするとだるまちゃんがコールンだ、ありがとうございます。昨日はやかちゃんルーム監視してました、終わった後に、終わる、始まる前と終わった後にちょっと見に行きました、遊びに。だるまちゃんがコールンだ、ありがとうございます。おはようサンフランシスコ。はやかちゃんの、はやかちゃんの生は、はや、ん、え、はやかせ、え、はやかちゃんした、え、あ、な、なにはやかちゃん、はやかちゃん、こう、オイスの話をしてるんですね、内緒です。チャイナコスプレはチャイナ、いいですね。髪
辛いのかありがとうございます。おはよう。一瞬台風が当たらない、当たらない。今日朝台風してない。そう222日、おゾロ目ですね。に今日は222。にに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 、ちょっと待ってくださいよ。に、オッケー。昨日は久々カノン対戦、カノンちゃん対戦しただってありがとう。ににに、大富豪するよ。配信終わったら。台風カノンパラスリーチにかかりました。次に対戦できるのと楽しみ楽しみ。おーさーちゃん昨日の夜配信知らなかったよ。だって感想カノン突然決めちゃったから。にににににに、にににににに、カノンの子ありがとうございます。パピーがバーされないのはあれだ、カオスすぎて審査員さんも見たいんだね、きっと。だってずるいなそれは。テロップ222ありがとうございます。提案さんちゃん昨日のチャリの可愛かった、ありがとう。おはよう。さんちゃんね、皆さんがさ、スクショしてくださったやつを見たんだけど、後で画質が悪かったね。やっぱこう自分のあれで見てるとすごく良かったんだけど、画質悪いんですね。ささんちゃん、よんちゃん、なんでやねん。カメラの子ありがとうございます。今日朝早起きして台風を待機してたのに。だってごめんね、ありがとう。 I want to be your タンタヌキ、いや、おタヌキタヌキ、はいよ、123ちゃん、昼も夜も会う方がねいらっしゃって、え、カノンの子ありがとうございます。配信の時に調整、そうそうそう、サンちゃんのチャイナ服初めて見たけど綺麗なチャイナ服だった。はい、すごく綺麗なチャイナ服なの。あれ刺繍とかもちゃんとされてて、このレースとかもね結構こう模様がちゃんとがっつりちゃんと模様があるレースで、すごくねお気に入りのチャイナですよ。まあ一個しか持ってないんだけど大満足なチャイナですかの。カノンちゃんが本気で頑張ってるから応援したくなったって人が増えていったのに、だって決めてくれてるとね、実感するタイミングも対戦しててあってすごく嬉しいです。年上だからね。うん、いや絶対行って配信見えなかった。赤ちゃん独占、そしそし、カノンやんのか、ありがとうございます。おはよう。そしそし、そし、おはよう。マッチングしました、またこの二人から。そんなことは思ってないよ。あ、でもあれありましたよね、なんか結構昨日はね、なんか連続で当たることがあって、おーいるーと思って、やっぱ一回当たるとこう次にやっぱ当たるのって可能性が高くなるんですよね、きっとね。だってもう役割貧民とかあれが違うのは絶対そうじゃないですか。一回対戦して次ってことはね、あるし、終わってから急いでいくっていうとタイミングも大体一緒なんだろうね、きっと。咲いた咲いた、ありがとうございます。阻止されてるよみんな。あやかちゃん何歳の、あやかちゃんは今年20、今19。サイトサイトありがとうございます。スヌちゃんの、スヌちゃんもう絶対行っちゃダメ。サイトサイトありがとうございます。最近同じ役ファミと連続マッチング多いね。最近コラボ配信するメンバーも少なくなってきて、昨日ウキウキしてカノもコラボがちゃんとできてよかった。本当にまたサンちゃんかぼちゃ作ってくれるなんかね、サンちゃんかぼちゃハロウィンを楽しみに、彼からもっと仲良くなって、あの頃の
コラボはって笑い話になるカラオケ、オッケー。あなたのアリシャンになりたいだって、アリシャン急な配信びっくりしてよ。チャイナチャイナチャイナ、もともと家業は新物、おお呉服屋さん、あそうなんだね。コラボのあと家のちゃんの個人配信を見られていたのは少しやばかったな。よかった、なんでとは言わないけど、はやかちゃんの全身タイツみたいな。本当ですか、バラエティとかがあったらあるかもですね。なんといっても格好いいのに合わせる JK アイドルカノンさんですか。はい、チャイナチャイナいいね。ジャージが破けてるアイドルがここにいます。はい、います、ここに破けてる。だるまちゃんがこういうのありがとうございます。真珠ありがとうございます。シャイナジャージ送るから。本当ですか、嬉しいぞ。ジップオアに女店の中で無音でコラボ始め見てましたって。無音でしたか、人でありがとうございます。アイドル知らないさんちがなるねなるねだからって答えを応援してるとは思わなかったです。だって結構いろんなところでね使われてますね人でありがとうございます。レッスンとか来すぎて味がぶれた、なんか多分こけたりとかした時だと人手群ありがとうございます。小じさんちゃん完了ありがとうございます。ツアーの追加弁当も何種類かあるね、あるね、現場にも何種類かありました。人手群ありがとうございます。はよよちゃんなんでやねん、カノンのカノンとか今は家から早く大人になってセクハラって自分で書いてるカノンはもうマイペースに、はいマイペースに、もうどうなるかはもう運命ですからね、そういうね。しょうがないよ、何でも何でも OK よ。おる OK。 姉ちゃん出なくても他の塾出てたら応援してる、だって嬉しい、それね嬉しい、みんなのこと応援してね。さんちゃん同期にめっちゃ優しい、そんなことでますます大好きになったよ、だってありがとうございます。おはよう、泣いちゃうよ。あ山本、さやねさん卒業そう、うん、そうなんですね。カオンさんみーちゃんと体型似てるから、みーちゃんはもっと細いです。カノンの顔ありがとうございます。新女優ありがとう、ハートありがとうございます。カノンの顔ありがとうございます、ハートありがとうございます。増えていくコスプレーション、そうね確かに。ひよこと、あでもそんな、ひよこと魔女とチャイナ、ハートありがとうございます。タイムキープ7時30分、お10分遅れてます。昨日ゼップの相川さんの髪型がなわばかった、おほののさんおはよう。辰の落とし後貝殻人で、辰の落とし後貝殻人でありがとうございます。おはよう、わあすごい、辰の落とし貝殻人で、辰の、あ貝殻ありがとうございます。なんか鏡に映った部屋に入ろうとして鏡にペコリゴンしたことある、ないよないよ。でもあのお店とかではあの席を探すときにそこまであの範囲に入れちゃって一回探して、あ違うわって なる、これはありますね。貝殻ありがとうございます。レインボースターありがとうございます。貝殻ありがとうございます。おはようさんちゃん、たつ、あ違う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 、ありがとうございます。にゃんにゃんにゃん配信、にゃんにゃんにゃんにゃーってよくちっちゃい頃やりました。貝殻ありがとうございます。カノンの顔おはようおはようありがとう皆さん、わー眠いな、背骨伸び伸びしてるのかな、よくやりますから。カノンの顔ありがとうございます。おはようよんちゃん、なんでやねん。昨日ははやかちゃんが怖い話を始めないように願ってました。はやかちゃんの怖い話も聞いてみたいんだけどな。コラボすると
が落ちる気ね、そうみたい。中華料理が食べたくなった。チアの子ありがとうございます。あー親息子ちゃん載せたのにツイッター載せるの忘れてた。あーよかったらぜひぜひ。新庄ありがとうございます。さんちゃん疲れてるの？さんちゃんは疲れてない、寝たから今疲れてない。何々ちゃんの何々ちゃん大好きおじさんが調子に乗る展開になっちゃう。あーもうやめましょう。ここは健全なルームでいきましょうね皆さん。はい、さんちゃんルームはとても健全なルームでございますので皆様にやる時期です。ぜひ聞く昨日さんちゃん2回対戦できて大阪へでっかいのおめでとう。いっぱい対戦したね。初見ですよ。じゃあなんでやねん、なんでやねん。カロンちゃんのチャイナはなんちゃってチャイナじゃなくてしっかりとしたものだからね。えそうなのか。でもそうあのね、あのそれぐらいちゃんとしてる。下はねそういう結構可愛い系のデザインなんだけど、じゃなきゃ結構クリーニング出すのだってスヌママさんに頼んであります。どうなるかどうなるか、もうスヌママさん頼みにしちゃってる。やおん、まあ、いいチャイナ起きちゃいな。それはちょっと大変だよ。じゃね、あ、よじゃ、ちゃ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 、お、500回目ありがとうございます。嬉しい、500回、500回ありがとうございます。おめでとうございます。たくさん見てくれてありがとうございます。嬉しい。はい、独占しちゃダメ、カロンが阻止します。これもここの、お、かわいい日々のおかげで500回ありがとうございますね。おめでとうございます。すーちゃんの歌聞いて歌って、お、どうでしたかどうでしたか。ぜひね、まだだよって方は聞いてあげてください。ツイッターの方で昨日俺が中華弁当とかうん食べたから、あ、ちょただチャイナだったんですかね。お、かな、どうでしょうこのコースとかよかったとかスクリーズとかチャイナで配信するときは何だ、何ですか。今日は新陳代謝の日、おー、新社地の日、やばい夫婦の日、ハイチーズの日、ハイチーズの日。兄ちゃん今日はそれで2位だったのかな。ハイチーズの日だってみんな2言ってください。ハイチーズの日っていうときはハイチーズ日なので、今日は写真を撮るときにハイチーズにって撮ってくださいね皆さん。ニハオニハオ、カロンちゃんかわいいオクトパス、センキュー、おはよう。しずさん、しずさんがとか言ってくれない、な、読んじゃったじゃんもうI want to be your hero。 いいね、ヒーロー、ヒーロー。すーちゃんのソバクス姫歌聞いてましたよ、だって。お、ありがとうございます。どうでしたか。毎日毎日大富豪だったか、昨日はいい気分展開です。そうだね、ちょっと話されちゃったりとか追い上げられちゃったかもしれないけど、でも気分転換にはなりましたね。はじめましてだって、なんでやねん。コメントが初めてなのかな。ありがとうございます。眠そうですね、だって顔が起きてないんです。のイガドンちゃんにサンちゃんの企画していることなど説明することが多かった。そうね、そうで、はやかちゃんの話も聞きたいなと思って、配信のね、はやかちゃんの配信の話もちょっと質問したりとかして情報交換でしたね昨日。昨日見逃したんで、今度コスとかよかったとか、そういうです。カノン、ハッシュタグカノン金の課で教えてだってハッシュタグカノン金の課で。そう、あのツイッターはね、そのなんていうんですか、結構あのみんなの10期みんなのツイッターをね、こうあんまりこうめちゃめちゃ仕事なこと、全く仕事なツイッターはできないんですよね。そうだから、あの何か SK の活動もあれで会った時は使えるんですけども、
おはよう。お腹減った。お、ドーナツが、ドーナツが見えてますよ。もう目がドーナツですよ。今の状況が落ち着いたらヤドンちゃんをスヌーキに招待できたらいいね。スヌーキが片付けたら紹介する、招待しようかな。カバヤンの子ありがとうございます。みんな後半頑張って。なかちゃん本当に、はい、頑張る。ちょうど目の前にドーナツあるから食べる。え、なんでドーナツがあるんですか。ぞるい、ヨンちゃんなんでだね。いいなー。だって昨日サンちゃんと対戦した後にしびるるるスヌちゃんと対戦。おー、おめでとう。カノンさんの優しさが俺のオアシス。お、オアシス。チキンラーメン一緒そう。劇場公演21回目にしてやっと当選した。やったー。何の公演に当たりましたか。ウィーガーかな。そうそう、神さんもあるか。あれもコスプレに入るの。先住ありがとうございます。早くトーク会4時販売してほしいが、まだ決済してなかった。お、大丈夫ですか。おはよう。ここは、そう、ここは早香ちゃんのルームは、早香ちゃんのルームはちょっとね、ちょっとちょっと嫌な時がありますね。はい、めっちゃ面白いですめっちゃ面白いです。カウには嫌な配信はできないですから、ここはもう健全なルームでいきましょう。シートを早くお見せですって健全的ルームなの。はい、お気をつけます。はい、ぜひ皆さんお気をつけになられて。お見せしてかな。うん、すごく真摯な方が多いと信じております。はやくちゃんが公園でミネちゃんの衣装着てたって聞いて驚いたけど、うん、ミネちゃんは身長ある。うん、身長はね結構急成長よね。エンダーナルム、あれなんか途中で切れたこと、あらそれはまあありがとうございます。500回、ありがとうございます。あー、すごいペコペコして、はい、もう、はい、こちらこそペコ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 です。はい、よ、かわいい。ん、にちゃいですか。にーちにちゃい、はい、チーズ入ってる。にーせいせいちゃん、せいチーズ、せいチーズ、センチュにんにんちょっと娘を送ってきました、ただいまだって。優しい、優しいよ。おかえり。おお、うんうんうん、おめでです、おめでです。彼女また大富豪対戦しましょう。だって、はい、こちらこそよろしくお願いします。ビーズコルミサちゃんすごいベコベコして、何ちゃんが何ちゃんがって言葉作った人は私の仕様です。おお、そうなんですか。最近ハリセンボンの春菜さんのありますよね。知り合い作ったのは知り合いです、俺だよみたいなそれを作ったのは俺だよ、俺が初めに何々ちゃんの何々ちゃんがって言ったんだよ、そしたらみんなが使ってみたいな、いや俺私だよっていうそういうネタがあるんですけど、すごく面白いです。スニちゃんの歌うまい、だってうまいよね。なるほど、はよー。レップでマキコさんがトミッちゃんがなんでやねんの練習してる映像が流れて、絶対リカちゃんで、リカちゃん出ると思ったら、85位むずいだむずいですよ。エスキーのカツ丼、お、ジャイアンツか、ほら。昨日改めてかのんちゃん環境が恵まれてるって思ったな。そうだね、感謝だね。今10期でドーナツ流行ってるの。結構ね、差し入れにドーナツをね持ってきてくれることが多いね。
テロップがカノンちゃんが食べた回転寿司222皿食べたよ違うよ本当？ん？今度イオンカードお得意様公演があるんだけど、あるけどカノンちゃんは出演する？え？しないかな。あら、ここは県でない。ここは個人ツイッター始まったらオラマルの愛するの誰やねん。そうそう、誰やねんってなっちゃうから、ちょっとさすがにそれは違う。タコはオラマルはちょっとないんじゃない。タコシャン、タコシャン可愛いアイコンにしたいなと思います。オラマルも可愛いよ。8月26日の公演、そうなんだ。8月26日、そんなこと言って急な発言。レフリーストップした。いやバカー、何いや、昨日あかりちゃんはゆうかたんかちゃんちゃいって言われてたよ。だってちゃんちゃい、ちゃんちゃい。こんばんさんちゃんはブルブク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 懐かしい。うん、昨日こっちゃんとゆっちーの写真下に載ってた。そうなんだ。それそれ、あ、それそれですか、それなんですか。え、あ、それ、あ、そうなんだ。お虫様ありがとうございます。友近さんともやってるけど、そのネタ、そうそう、それです。そういや昨日のチャイナコス可愛すぎて家で倒れた倒れた、起き上がれてよかった。カノンさんのニキちゃん俺だよ面白すぎああなんでやねん、俺で、俺やめて、リキちゃん、あ、ここにいたの、え、面白すぎじゃん。時期でドカーンを流行らそうとしてた時期もありました。ああ、ドカーンもねありましたね。彼はちょっとうまく使えずじまいでした。やっぱりライブっていいね。13年ライブ挑戦するようにのって、やっぱりいいの、いいの。その前クリスピード、そう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 、惜しかった。あれはもう最高にしかった。パピーとコラボした朝コメラの治安がそうなんだよ。ちょっと影響が、そのあ来ちゃってますね。最初だ。そうなんだ。俺はてんおはよう、刺身ドーナツ、ドーナツ、どうなってんねん。フェスティバル公演なんですね。うんうん、今日13周年公演旅は特別の申し込みが最終日だった。お、そうなんだ。皆さんグッズもぜひゲットしちゃってください。ゲット、そろそろ声入りたいな、入ってほしいな。うちはカノンうちわかな、あ、サンチェンうちわか、サンチェンうちわかな。ドーナツはオーバーカロリーだから大丈夫。オーバーカロリーもう超えすぎちゃってってこと、ゼロってこと、星になってる。昨日の昨夜のコラボ配信がアップされているので、今日もう一度ゆっくり見させてもらいますね。ぜひぜひ見てください。おはよう、叶えんのか、なんでね。たぶんちゃんドーナツは真ん中に穴が開いているのにしね。そうだよ、穴が開いてたらもうゼロカロリーだから。バームクーヘンもゼロカロリー。かのちゃん本当だったら嫌なコメント、飛ばせばみんなやめるよ。だって飛ばせますか。でも全然ね、皆さん大丈夫ですよ。まだ大丈夫。これ以上言っちゃダメよっていうのは皆さん分かってますよね、きっと。はい、今日シャチ方向ね、シャチ方向カオンさん口あんまり回ってませんよ。だって失礼いたしました。主演女優ありがとうございます。おお、並んでますよ、お二方。おめでとう、いつく、あら、やばいやばい、待って、押した押した、押された押された。おはよう、ウルカのおうち、ドカン、ありがとうございます。圧ですね、これ以上。あら、アットマーク怪しいですが、怪しい、これはまだセーフですね。これ以上ダメだよっていうのは皆さん分かってると思うのでね、はい、
そう、ヤコファミリは分かってると思うのでね、その辺はよろしくお願いします。時間もゼロカロリー、あーそう、時間もゼロカロリー、ヤコファミ投げされたのって、サンちゃん食いしん坊だと嫌、嫌いな食べ物あるのかな。うんうん、ほぼない、ほぼないね。そう、ちょっと珍しいのとかは躊躇したりするけどね、イナゴとかそういうのも、イナゴは食べたことあるけど躊躇はするよね。コメント飛ばせるよ、コメントってそういうこと、ん、そんな、え、コメント飛んでないと思うんだけどな、飛んじゃってるのかな。すればもう失礼しました。カノンさんはいざという時は怖い目するから大丈夫、キリッ、ここもじゃあ修道院じゃなかったん、そっき、安心安全健全ルームで行きましょう。ちくわ投げないでやって。え、ちくわ、昨日ちくわ食べました、昨日タイムリーですね、昨日ちくわを食べて2本食べました。今朝のさんちゃん小学生のを諭す先生みたいな、あ、みんなさん小学生になっちゃうよ、ほらもう。佐藤くん本ちゃん手足口病から復活して走り、ね、よかったですね、よかったよかった、復活できてよかった。昨日のコラボ配信で居酒屋さんちゃんの話で子供ビールの話でバンされないかヒヤヒヤして、そう、もう子供ビーこう言葉を出しただけで危ないんですよ。ちょっと言い方を変えてビアって言ったら大丈夫かな。ダメだな。はこんばんちゃ、今遅刻しました、全然ですよ、ありがとうございます、来てくれたって。まむるちゃんのまむるちゃんっていうのはおじさんで、かのんも親父さんやって言ってる人いるな、だって親父じゃないもん。おはよう、うん、怖い目スイカになっとるやん。真摯に応援することをモットーにしています、だって素晴らしいです。ワンナゲもゼロカロリー、なんでやねん、なんでやねんですよ、本当に食べるんですか、ワンナゲ。ウニネトリお届けありがとうございます。ちくわ美味しいよね、美味しいよね、ちくわって美味しいよね、あのすごくシンプルだけど美味しいよね。 ごめんなさい。何をしたい、そうだ、昨日カロンちゃんにもちくわ投げました、投げられました。うん、ありがとうございます。小4男子男子ゴール、それはやめてください、さんは大人でしょ、大人じゃない、あ、お子様もいるかもしれない。スタバのドーナツやっぱり美味しかった、やっぱり美味しさは値段に比例するのは事実でした。おお、ね、やっぱ失敗は少なくなるんじゃないかなって思います。激安でね、美味しいところもあると思うけど、いやいや、あらコメントがキリッとするカノンさん見たいから、も可愛いからもっと見たいな、だって嘘、あら逆方向に行っちゃいそうですよ、ダメですよそれは。いやいや、星全力でコメントし返す、ん、返しするメンバーもほとんどいないからすごいことだよ、ってありがとうございます。昨日はチャイナコラボ見れなかったのでもう一回お願いします。フィコリガンぶつかっとるよ、大丈夫、おはよう。昨日超ツイッタースタジアムでミエちゃん見てくるね、あ、そうなの、リマハノンちゃん課題終わりましたか、いや始めましたか、ちょっとまだですね、はい、する。大福終わったらまたピアノやギターやってくれる、楽しみ、うん、とか言ってた、次は歌手、そう、もう次々と来るのでね、できるかな。おはよう、麦泡汁、それならいいかな。8月31日のハロウィントーク会が楽しみです、あ、トーク会食べてんだ、うん、かわいい、ありがとうございます。ちくわ食べてココちゃんに1本あげよう、だってちくわ食べまし、うん、すーちゃんと同い年です、あ、そうなんですか、あら同級生で、歌唱力、今回どんな曲調アーティストさんで調整するのが気になるに、だって楽しみに。ちくわの磯辺揚げ食べたくなって、いいね、うどんとね、美味しいよね。インベーターたったたったた、世界で行くたったったインベーター、ちくわの中にチーズを入れるのは美味しいね、きゅうりも美味しいよ、は
8時、あ、8時、ほんとじゃん。じゃあそろそろ電話終わろうかなと思います。この時計何か串持ってる？うん、今のところ持ってない。コメント追いつく、あ、追いつく追いつく。ランチ営業始めたら、からさんちゃんのおかみさん、カレーうどんにちくわの磯辺揚げを一本つけて、だってうどん屋さんになってるじゃん。かなりなんかありがとうございます。みれちゃんの写真撮りまくってきました。おお、撮りまくってきてください。ゾンビが襲ってきました。ああ、夏らしいことができてないから、姉妹で浴衣を着てさんちゃん祭り配信みたいなことをしては、おお、先住ありがとうございます。夏休みっていつもまでまで心配になってきた、だって頑張る。ちくわにチーズを入れたら穴がなくなっちゃうか、カロリー増えちゃう。あ、お、本当にそうだね。コメント追いつくよ。最近ちくわの中にまるまるの新商品、かのさんって写真に見えて変えちゃうこと、もあると思うから気をつけな。はい、片始めたら玄関に片始めましたって変えといて、え、見に行く、見に来るの。なくていいよ。それは来なくていいよ。一生貼られないよ。例えば、うん、屋台のたい焼きそばだ食べるとか、あとはトランプするとか、カラオケするとか、うんうんうん、でさ、301号線沿いです。あと、今日歌わないパティーンです。かわいい、ありがとうございます。エカノビブンブン、あの、そう、一瞬で落ちちゃうかな。弁当にちくわ揚げたやつ入ってとやたら嬉しい、美味しいよね。のり弁とかよく入ってる。願いを叶えて全身死んでよ、あ、願いを叶えて死んでよ、アラジンのように魔法の絨毯に乗って、はい、おはようちゃん、カナの中、ありがとうございます。国道85号線は沖縄の環状線、うん、冷やし中華抱えて欲しい、欲しい、欲しいなってるよ。500回ありがとうございます。今からコメダに寄って薬物ヒモーニング食べてくれないで、いいなぁ、ガロも食べたい。今カレーライスだったがまだ少し残ってるけど、ヒモも食べないと、食べてください。よし、じゃあコメントが追いついたので読もうと思います。サンデスタイムを、おー、いいねされましたか。当たるように、当たりますように。うなぎにいいですね。今日もかわいいね、ありがとう。さあ、それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って登場。13位サンデス、あとマークコアメリペコリゴン、ありがとうございます。12位サンデス、ありがとうございます。11位サンデス、あとマークティティなんでやねん、ありがとうございます。10位サンデス、あとマークエッグファミリー、イエーイ、ありがとうございます。9位サンデス、ありがとうございます。8位サンデス、あとマークエッグファミリー、あ、ディディ、ありがとうございます。7位さんです、ありがとう、お、マニュマニュ、ありがとうございます。6位さんです、健全ファミリー、ありがとうございます。5位さんです、アットマーク音訳ファミリー、ありがとうございます。500回もありがとうございます。4位さんです、ありがとうございます。そして3位さんです、ありがとうございます。そして2位さんです、ありがとうございます。そして今日の第1位は、サンデスアットマークコミニトリー、ありがとうございます。そして今日の85位やっこさんは、サンデス、おめでとうございます。あなたもぜひヤッコファミリーになっちゃってくださいね。バキューン、はーい、ありがとうございます。皆さん朝早くからお祭り、お集まりいただき誠に感謝申し上げます。
からチョキ丸くんにダブルソフトボール飛んできた。美味しいです。お、4000人時間かかるかな、どうだろう、わかんないけど終わろうかなと思います。はい、ではね、65位はダメですか。お、65位は惜しいですね。チャリンタイムをしたいと思います。今日は3842人の方が見てくださったので350円のチキンにしようと思います。さあ、それでは一気入れ350円、あ、ゼロ、50円、チキン。ではお耳気をつけて、せーの、わあ、ジュル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 、落とさないもん。うるさいよって耳が。気をつけてください皆さん。じゃあ今日は2、スクショタイム2して、終わろうと思います。そして今日もね、大富豪応援よろしくお願いします。カノンさんもプレイできるように頑張ります。それでは皆さん、ハチーズ2ですよ。というかしらっていうスクショタイムね。一回しかやらないんですか。いきますよ。はい、チーズ、にー、はい、OK、 皆さん撮れましたか。では今日の配信を終わろうと思います。少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてご利用よろしくお願いします。カニ、あらあ、すごい、カメラのアイコンが、アイコンじゃない、あれが出てきてる、スタンプお下ろしました、ありがとうございます。うーん、今日もありがとう真珠、はい、ありがとうございます。撮れた。皆さんコメント打つの早いですよね、すごいですね。お、4000人いきそうだって。お、主権さんありがとうございます。おはようございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音とかで沢田かのんです、ありがとうございます。お、カメラいっぱい、ありがとう、超えました。じゃあ50円追加しておきますね。50円、追加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 、チャリーン、チャリーン。お、すごいことになった。わー、割烹着が映ってる、やだ、殺人現場が。50円しました。ファンが推しについていくかな。あら、ホラーの映像が、あ、ホラーの映像、あ、ホラーがちょっと映りましたね。はい、危ないです、これちょっと隠しとかないと、はい、バーンですよ、まだバーンありがとうございました。また小屋ね、バイバイ、ね、ご応援よろしくお願いします。バイバイ、またね、来い来い、バイバイ、また来い、ありがとう、またね。フレンチトーストに TKG、 え、うわい、元気だ、バイバーイ、また来ます、ありがとう。